はあえて小柳ルミ子ちゃんと言わせていただきましょう。私の城下町、この年のレコード大賞最優秀新人賞にノミネートされました。その映像をご覧ください。ミツわかるか、この顔ぶれ。このそうそうたるメンツ、ね、南沙織、小柳ルミ子、本郷直樹、シモンズ、そして大谷ニラニラ史上最高の新人賞です。この激戦を誰が制するのか予想してもらっておりました。札幌の菊蔵さん。はいはい、あら、もう映ってるわけですか。私が今立っているところは札幌の狸小路3丁目でございまして、今日は大変あったかい札幌でございます。オリンピックまであと34日、大変盛り上がっておりまして、地下鉄ももう完成いたしました。あの新人賞誰だと思いますか。すごいですね。私はオーヤンフィーフィーだと思います。オーヤンフィーフィー、はい、あなたもお母さんもそうですか。私は小柳ルミ子だと思います。お嬢さんはどうですか。私もやはり小柳ルミ子さんなんかよろしいと思いますね。そして最優秀新人賞を制したのは、レコード大賞最優秀新人賞、小柳ルミ子さんに決定いたしました。そうです、小柳ルミ子さん、私の城下町でございました。思えば作曲の平尾先生がルミ子の声は日本人の誰しもが美しいと思う声、感激の涙をフォローしてくださいましたのも実は平尾先生でございました。家並みが途切れたらお寺の鐘が聞こえる、四季の草花が咲き乱れ、私の城下町、恋のもどかしさ、気まずく別れた。